大阪市立式津浦小学校は、大阪府大阪市住之江区にある公立小学校。1872年の学生発布の際、住吉郡西部の十数家村を校区とする住吉小学校が創設された。2年後の1874年、住吉小学校から分かれる形で、住吉郡北島村に、第3中学区第7大区第6番。 北島小学校が創設された。この時に設置された北島小学校が、敷津浦小学校の直接的な起源にあたる。北島小学校は、敷津村の成立により、新しい村の名前を取って、敷津小学校に改称している。1919年には敷津村北部を校区とする、敷津第二尋常小学校を分離した。敷津村は1925年に、 大阪市に編入されたが、編入後もしばらく敷地小学校を名乗っていた。しかし大阪市には何枠にも同名の敷地小学校があった。そのため二つの敷地小学校の間で学校事務所の混同や郵便物の誤配、訪問者のご訪問などがしばしば発生した。混同を避けるため大阪市編入から十三年後の百三十八年に、 現在の四季通らへと公明変更を行っている。太平洋戦争の影響で、1944年9月に諸島家事堂は南河内郡南八日村に集団疎開を実施している。さらに疎開先も危険として、1945年5月には島根県の義軍森村、いじり村へ再疎開を実施している。 また高等科児童は1944年12月より、男子は栗本鉄工所、輝工場、女子は近畿日本鉄道阿弥子道車庫へ、勤労動員された。高等科は、翌1945年6月1日付で、廃止され、高等科単独設置の国民学校、大阪市西小浜国民学校へと統合されている。 1960年代以降地域が宅地化したことに、伴い児童数が増加したため、大阪市立住之江小学校、大阪市立に北た上学校を分離開校させている。ありがとうございます。